きます。3、FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラ城のお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏美さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日、メンヘラ城第86回、はい、86の収録となっております。やろうだね。うん、まあハローでいいんじゃないかな。ハローだねハローだね。はい、で放送日は5月20日月曜日ですね。はい、はい、本日は6日前、珍しく結構何ていうの、間が空いてないというか、うん、感じにはなってますけれども、そうそうそう、しかも火曜日なんだよね、今日収録してるのが。そうそうそう、いつも月曜日に収録させていただいてるんですけれども、うん、ちょっとまあ、僕らのちょっと都合で、昨日ね都合が、会議とかね、うん、いろいろありまして、今日にさせていただいたっていうところでもあるんですけれども、うん、あとね、僕が今日はお仕事お休みして、なんと FM 読谷の方に、はい、はい、ラジオに、はい、ゲスト出演という形で、はい、お邪魔してきましたけれども、二人でお邪魔してきましたね。はい、番組でもね、うん、うちらの番組でもたびたびゲスト出演していただいている、うん、まあ、メッセージもね、いただいてる、毎回のようにいただいている夢をつかぽんさん、はい、つかぽんさんがね、地元読谷の方でね、うん、あなたの夢のプラスワンというラジオ番組を、うん、やってます。パーソナリティをね、うん、やっておりまして、うん、そこにね、ちょっとぜひゲストで来てくださいということで、うん、はい、行ってきました。はい、はい、2人で呼ばれたので、はい、どうでしたか夏美さん、FM 読谷でのラジオ出演楽しかったですか？楽しかった、楽しかったけど緊張しました。そうね、 FM 技能と全然違うまあ具体的にはどういったところが、すごくね、はい、すごく、うん、なんか緊張感のある職場って感じだった。あ、でも職場って多分あんな感じなのかな。逆に言うと、うん、FM 技能は緊張感がない。緊張感がない、そういうこと言うと言いづらい。山内さん、山内さん、山内さん、こんなこと言ってますよまあでもね、楽しく収録してきましたので、はい、まあ、後ほど感想とかも言えたらと思います。はい、では、本日もよろしくお願いいたします。よろしく。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどんどんお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ツイキャス聞いてますよ。あ、はい、お願いします。はい、埼玉の郷さん、お、健太さん、なっちゃん、こんばんは。お薬飲む前に聞け。お薬飲む前に聞け。かっちゃんさん、お二人さん、こんばんちょい。こんばんちょい。ああ、こんばんちょい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、埼玉の郷さん、なんですって FM 読みたいに攻めてきたんですね。攻めてきましたよ。FM 技能案の番宣しましたかって。これがね、タイミングがね、なくて。そうだ。言えなかったんだよね。そう、言えなかったの。結構喋ることがさ、うん、言ったら僕らが、やってる活動、うん、ピアサポート活動っていうね、同じように精神的な、なんていうのかな、課題を抱えた、悩みを抱えた方に、うん、なんていうのかな、同じ立場でね、同じ当事者として、うん、まあ、当事者っていう言い方もあれなのかもしれんけど、悩み相談に乗るっていうね、うん、そういう活動をやってるっていうお話
と、あと夏美さんが、うん、文化振興会、県の文化振興会の、うん、助成金をいただいて作った漫画のお話とか、はい、っていうのかな、向こうのつかぽんさんの番組のコンセプトが、まあ僕らに話してどうなのかと、僕らがねゲストで話せることはあんまりなかったのかもしれないけれど、うん、コンセプトが独立開業を目指している、そうそうそう、新しく独立開業を目指す人を応援する番組っていう形で、うん、がコンセプトだったから、うん、基本的にはちょっとかしこまったというか、うんうん、もうちょいカチッとした番組ではあったので、うん、なかなか話すタイミングがね、作れなかった、そこがちょっと反省点ではあるんですけれども、うん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 、もっとね僕らの番組をね、宣伝できればよかったね、本当ね、宣伝、うん、あ、宣伝ね、うんうんうん、うんうんうん、そうね、うん、今話聞いてました。聞いてました。なんかツイキャスの方に夢中になってませんでした。ツイキャスがちょっと面白くて。ああ、じゃあなんか面白いのを読んでくださいよ。ね、うん、埼玉の郷さんがね、はいはいはい、まとめて、うん、飲み物飲みながらラジオやれないし堅苦しかっただろうって。なんだわかんの郷さん。郷さんがさ、うん、俺は FM 読みたいな内部まで分かっちゃってるからこれ以上言わんとか言って。あ、そうか、郷さん奥さんが読谷村出身だったよね、確かね、うん、それで多分知ってるんだ、うん、なるほど。あ、ロアさん、はい、こんばんは、読谷の聞き忘れました、すいません。あ、いえいえ、いえいえ、大丈夫ですよ、もしかしたらねアーカイブ上がってるかと思うんで、あ、うん、もう YouTube で見れましたよ、確認、あ、見れたよね、うん、あ、見れると思うんで確認していただければ、ね、はい、武蔵さん、はい、武蔵さん、夏美さん、健太さん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは、ちょいラジオ収録&生配信お疲れ様です。はい、ミキサーは僕がやっております僕がやっております。キャンさんね、キャンさんは他の番組、うんうん、なんかミキサーな、そういえばね、なんで俺がやってんだろう、まあいいやキャンさんにお願いしてもいいのかな。いや、はい、大子さん、はい、こんばんは、大子さん、こんばんは、こんばんは、いや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 、 ありがとうございます、夫婦で、お聞きいただいてありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、沖縄大好きさんもこんばんは、遅れましたって、あ、いいえ、こんばんは、来てますよ、いいね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さん、はい、よろしくお願いしますね、メンヘラトークコーナー、はい、トークテーマ発表していきたいと思います。はい、どうぞ、はい、本日のトークテーマはゴールデンウィーク何してた、はい、というわけで、2024年のね、今年のゴールデンウィークは、はい、まあ有給休暇などをさ、もし利用したらしてたら、うん、最長で10日間あったと言われているんですけれども、ゴールデンウィークが、そうです、そうです、まあすごいね、そういったね、まあ大型連休ですよね、いわゆる、うん、皆さんが今回はね、そのどのようにゴールデンウィークを過ごして、まあ、どんな楽しい出来事があったのか、あるいはなんか思いもしないようなね、びっくりするような出来事に遭遇したっていう人もいるかもしれないし、うん、まあ県外に旅行行ったりね、うんうんうん、まあ皆さんの、あれ、それともね、どこかへ行ってもね、うん、混雑するからっていう理由でね、お家でのんびり過ごした人もいるかもしれないし、そうだね、うん、まあどういったね過ごし方をしたのか、ゴールデンウィーク事情をぜひ聞かせてくださいということで、聞かせてください、はい、まあ、ちなみに僕はね、パチンコへ行ったりパチンコへ行ったりパチンコへ行ったりしてまして、依存症って怖いですね、はい、怖いですねってはい、では、いただいているメールから読ませていただきます、はい、お願いします、はい、メンヘラネーム夢をつかぽんさんより、はい、夢をつかぽんさん早速だ、ありがとうございます、はい、ゴールデンウィークは両親と一緒に女村にあるヤチムンカフェへランチを食べに行ってきました。ああ、いいね。そこでいただいた絶品のピザと、うん、店内から見渡せる眺めの良い景色、うん、お店に飾られていた美しい陶器に、うん、両親ともどもすごく癒されました、うん、親と出かけることは少ないので生きているうちに親孝行してやりたいと今回のゴールデンウィークを通して改めて思うつかぽんでしたとのことです。そうですねそうね、うんうん、元気なうちにね、いろいろなとこ行ってほしいですね。そうね、我々もね、まあ、うん、あの親ねに親孝行今まで迷惑かけてきた分っていうのもあるしね。そうそうそう、迷惑かけてきちゃったから、ね、うん、幸いあの私がね4月から、お仕事も始めましたので、はい、はい、お給料をいただいてね、ある程度生活になんていうのかな、潤いというか余裕が出てきましたら、うん、なんか
親を連れてねどっかいろんなとこ行けたら行けるようになったらいいよね。そうだね、うん、それまずはランチだな。スカポンさんが言うように親が元気なうちにね、うん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 、良いと思います。はい、はい、では続きましてメンヘラネームマスクマンより。はい、マスクマンさん、はい、ありがとう。はい、那覇でライブをやりました。うん、緊張してガクブルでした。うん、お客さんも少なく寂しいものがありましたが、うん、中村夫妻が応援に来てくれてとてもありがたかったです。あら、まあ、今後もライブ出演を、やっていくかもしれないので、はい、よろしゅう頼んます、はい、大きに大きに。以上マスクマンでしたとのことです。マスクマンありがとうございます。はい、マスクマンありがとうございます。ねえ、うん、行ったねライブ。そうね、な、5月のあれは5日子供の日だったっけ、日曜日だったっけ、うん、そうだ、うん、5月5日だに、那覇の ABD レコーズっていう、うん、ミュージックバーか、そうね、うん、バーだったはず、うん、にお邪魔して、うん、マスクマンがね十何年ぶりに、表舞台というか、うん、人目に出て、うん、なんていうのか、自身が作ってきた音楽を披露するということで、うん、はい、夏美さんがぜひ行きたいということで、うん、行ってきましたけれども、うんうん、なんかまあ確かにお客さんは少なかったかもしれないですけれど、うんうん、普段ねマスクマンが作ってる曲聞かせてもらったりするんだけど、うん、まあ正直なところね、ガチャガチャ、ガチャガチャ、まあ、私的には僕的にはね、うん、なんかうるさい音だなって思うことが正直なところではあったんだけど、うん、普段聞かせてもらってて、うん、だからなんて答えればいいのかわからないみたいなね、うん、でも今回ライブで披露してた音楽はやっぱり聴衆を意識した、うん、なんていうのかな、セットリストって言ったらいいのかな、セットリスト、うんうん、あ、セトリってやつね、うんうん、に比較的なってたかと思うので、うんうん、すごく聞きやすかったですし、あと詩も読んでたよね。あ、そうですね、うん、本人が作った詩を朗読されたりしてまして、うん、またね、今後5年ぐらいって言ったっけ、3、4年、2、3年、うん、なんかどんどん減ってた、ちょっと短くなったじゃないかいまあでも人目のにつく場所で演奏というか、作った曲を披露していきたいというふうに本人おっしゃってたので、うん、なんか挑戦だよね。うん、そうだね、うんうんうん、マスクマンの挑戦応援していきたい、うんうん、再挑戦って言ってもいいのかな、うん、まあどんどん活動していきたいということを本人おっしゃってたんで、うん、また何かあったら、うちの番組でも告知というか、そうね、紹介させていただけたらと思いますので、皆さんよかったらね、ライブ、うん、ぜひ参加していただければと思います。うん、はい、では続きまして、はい、メンヘラネームロアさんより。ロアさんありがとうございますはい、ありがとうございます。はい、こんばんは、ロアです。はい、こんばんは。初メールでしたっけ。メールしたくなったので送ってみます。ありがとうございます。ロアさん実は2通目なんだよ。ありがとうございますはい、2回目、前回何だったかな、でも2回目だったはず。うん、うん、テーマゴールデンウィーク何してたですが、うん、私の予定では家でまったりのつもりでしたが、うんうん、毎日出かけていました。いいね、いいね。那覇アリーニは5月3日と5日の2日間行きました、うんうん、3日は日焼け対策をしていましたが、うん、5日は行く予定ではなかったので、うん、日焼け対策なしで行きました、はい、暑かったです。でしょうね。最近、うん、よくお祭り会場で見るペーパーヨーヨーを今回手に入れたので、うんうん、ちょこちょこ家で遊んでいます。うん、どんなものなのかは検索してみてください、うん、してみる。あと3日に西原の結婚式場のエリスリーナが、うん、ランチビュッフェをするとのことだったので行ってきました。うん、1人3500円でしたがめちゃくちゃ美味しくてたくさん食べ過ぎました。翌日の4日にも、うん、富城のカラカラというお店のランチビュッフェに行ったので、うん、おかげで体重が増えちゃいましたゴールデンウィーク最終日の6日にはうるま市の釣って見つける冒険の国に行きました、うん、ザリガニ、ヤシガニ、イモリ、うん、イモリたくさんの魚を釣って遊んで楽しかったです、うん、冒険の国はもう一回行きたいなって思っているところですとのことです、うん、はい、
なんか充実したゴールデンウィーク、ねうん、出かけたんだねいっぱいね、うんうん、アクティブだね。よかったよかった、うん、なんかねあのツイキャスの方にも来てたんだけどねはいはいはい、ロアさんね、うん、ゴールデンウィークの前半は内地の芸人アイデンティティが来てたので見に行きましたって。おお、アイデンティティ、え、ティモンディじゃなくてアイデンティティ、アイデンティティわかる？なっちゃんで出てるよ。アイデンティティわかる？オスオラ悟空の人でしょ。あ、はい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 。野沢雅子さんのあの格好してやってるとかな。そうでしょ、アイデンティティさんじゃなかった。あ、そうかもそうかも。すごい。うん、で、なんかランチビュッフェ行きまくって。いいね。ランチはさ、あのさ、うん、ビュッフェはさ、うん、体重太るよね。まあ、ね、それはしょうがないよね。でなんか食べ過ぎるって、俺たちもね、この前行ってきたけど、うんうん、去年か。そうそうそう、うちらがさ、行ってきたけどさ、すごい胃がもたれた、ね。若い時の気持ちで、取ったもん、取ったもの、油物とか食べたから。うんうん、ねえ。大変しましたよ。もう、おう。ほんとね、大変だった。大変だった。で、この、ロアさんのメールの中にある、うん、うるま市の釣って見つける冒険の国、うん、これね、あれ俺知ってる？知ってるのよ。なんでかって言ったら、うん、あの行ったことないのよ、うんうん、でも夏美さんの妹さんが、うん、夏美さんの甥っ子も連れてね、子供たちも連れて、うん、沖縄に来た時に、うん、なんかどこ行こうかみたいになった時に、うん、選択肢の一つにここもあったの。ああ、そうなんだ。うんうんうん、あ、そっか。そうそう、あの子たちね、すごい田舎育ちっていうのもあって、うん、なんか動物とか生き物に触れ合うのが大好きだから、だから、ね、うん、いいんじゃないかなと思ったんだけど、うん、大人、まあ仮に俺と夏美さんとその妹さんで、うん、お母さん、うん、夏美さんのねお母さん、うん、で子供たち3人って言ったら結構な値段かかるのよね、うんうん、だからうん、確か雨も降っててちょっとそこは断念したっていうところがある。でもいつか連れて行きたいなっていう、あ、そっかそっか、うん、ところではありますね。ありがとうございます、はい、一度一個のためにいやいやいや、はい、では、ここから楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、ゴールデンウィークということで、はい、タイトルにゴールデンがつく楽曲を選びました。はい、はい、堀江優衣さんでゴールデンタイム。あ、今日ツイキャスが、はい、ツイキャスいっぱい来てる。あ、読んでいただけますか。うん、はい、全然読まんな武蔵さん、今からメールしても間に合いますかって。あ、間に合う間に合う。ねえ、ゴールデンウィーク、ロアさん、ゴールデンウィーク前半の出来事メールしなかったって言ってた。あ、そうなの。じゃあもっともっと、じゃあもっとじゃあ本当にアクティブにめっちゃ充実だったんだね。本当に毎日動いてたんだね。うん、埼玉の郷さん、はい、少年野球の大会と練習でした。ああ、うん、いいね、野球か。子供が、お子さんがいるとね。健太さんは野球好きだからね。そうね、楽しい。教えたいね、僕も実は少年野球とか。そうなの？やりたいやりたい。へえ、健太さんの野望が聞けましたよ。実はね。沖縄大好きさん。うん。とりあえず送りました。間に合ったら OK です。お。間に合ったらで OK ですって。はいはいはい。沖縄大好きさん、ありがとうございます。届いてるそうです。ちょっと確認します。うん。はい。で、大子さん。はい。パチ屋の常連がうるさいというのはウケるって。マスクマンのあれのことかな。そうそう、ね、音楽のことだね。言っとくけど、ジャラジャラっていうパチンコの音は、うん、決して騒音じゃないから、癒しだから。癒し癒しなんだあれ癒しなんだって。癒しですよでもそうよね、うるさいよね、パチ屋ね。まあね、まあね、パチ屋ってパチンコ屋さんね、うん、でもね、あのね、音量ガンガンでやっちゃうんですよはい、はい、で武蔵さん、はい、夏美さん、健太さん、テーマゴールデンウィークの過ごし方、今訂正したメール、初メール再送信いたしましたので、よろしくお願いいたしますって。お、本当、うん、ちょっと確認します。見てみて、メンヘラ103に送ってくれました。送ってくれましたかね。ありがとうございます。見てみてください。はい届いてないよ、武蔵さん。え、武蔵さん届いてないって。メンヘラ103@gmail.com です。できるかな？
届いてないの？うん、届いてない。武蔵さん届いてないって。沖縄大好きさんは届いてる。沖縄大好きさんの届いてる、うん、武蔵さんまたお願いします。よかったら、うん、まだ間に合うし、うんうん、うん、今日2本撮りしますので来週読むから、うん大河さん、はい、久々に食べ過ぎてしゃっくりが止まりませんでした。どういうことあのビュッフェ、あビュッフェ、ビュッフェ。そうだろうけど、え、何、横隔膜がなんか刺激されるってことなのかな。そうじゃない、横隔膜がびっくりしたんじゃない。あの激しい運動をね、横隔膜がね、うん、うん、なあ、ねえねえねえ、しゃっくりか、止め方知ってる？いや知らんけど。え、夏も知らない。はい、他に何かありますか？どんどん読んでいってください。もうそろそろ終わります、はい。ちなみに今日は収録2週分ですか？はい、そうですよ。はい。さて、と何か言ったでしょうか？埼玉の郷さん。どういうこと？あ、言うかも。夏言うかも。ああ。ああ、また消えた。いいですか？はい、健太さん、夏美さん。はい。はい。はい、お聞きいただきましたのは堀江由衣さんでゴールデンタイムでした。はい、こちらテレビアニメゴールデンタイムのオープニング曲、うん、で大学を舞台にした爽やかで切ない恋愛模様を描いたラブコメディでしたよ。へー、うん、見たことあります？あります、あります。ヒロインのね、加賀光子さんをこの歌を歌ってた、堀江由衣さんが演じていて、うんうん、まああんまり覚えてないんだけど、まあすごく面白いアニメだったと。だったそうです。思う。思うだそうです。そう。今さ、ヒロインっていうのが、はい、エンディングです。はい。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングです。はい、ではエンディングなんですけれども、はい、収録中に届いた、はい、ゴールデンウィーク何してたの、何してたの何してたについての、うん、メッセージ、うん、沖縄大好きさんのいただきましたので読ませていただきます。はい、ありがとうございます沖縄大好きさん。はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。沖縄大好きです。はい、テーマゴールデンウィーク何してた、うん、ゴールデンウィークは自分の番組の初回放送をツイッターで実況していました。そうです、5月から FM ギノワンのパーソナリティにデビューした新人パーソナリティの沖縄大好きですあちこち告知しまくってありがたいことに好評でした、うん、そのことです。これね、沖縄大好きさん見ようと思ってたんだけどね、僕らもね、うん、アーカイブとか残してないのかな、例えば動画とか。あったあったあった、やつ見た、教えてよなんで黙ってんの、謎なんですけど。なんかね、大河さんたちの番組のところにあったから一緒に見たよ、うん、あ、ほんと、うん、へぇ、沖縄大好きさんめっちゃ一生懸命だった。あ、マジで、早速じゃあ今日帰ったら、うん、帰ったら二人で見ようか。見よう見よう、見る見る、うんうん、はいはいってなんか適当。いや適当じゃないよ、適当じゃないよ。ロア、あ、読んでいいよ、いいのいいのいいの、ちょけすいいの、はい、ロアさん、王侯にも、うん、癒しって聞いたら、うん、癒しだな、ないと言った気にならないとの回答です。パチンコ屋さんの玉の音ですね。王侯さん気が合いそうだな、王侯さんだってさ、あ、言っていいのかわからないけど言ったらね、はい、王侯さんさ、ラジオでもさ聞いたんだけどさ、うん、プロミスにさお金返したって言ってた。ああ、いいんじゃない、素晴らしい素晴らしい、返せばね、さんもプロミスって言うから返しきればね、うん、また増額して貸してくれるから。おい限度額増えるから、上等上等だそうです、うん、ただロアさん注意してみとかんとそうだね、うん、じゃあ夏も注意してみとくか、うん、ああ、いいね、いっぱい来てる、あ、なんかいっぱい来てる、はい、アーカイブ残ってますよって沖縄大好きさん、あ、ありがとう、さっき夏美さんが見たって言ったんで、うんうんうん、なんか知らんけど俺黙っていられたんだよ、気にしてたんだけどな、うん、うん、あれは大河さん、うん、僕たちは YouTube のアーカイブないですよって、 YouTube じゃなかった多分な、あれだね、あ、え、
ツイキャスライブかな。あ、ツイキャスか。FM ギノアのところであった気がするよ。あ、本当。うん。沖縄大好きさんのも。そうそうそう、沖縄大好きさんの。ああ、じゃあツイキャスに載ってる、残ってるのかな。うん、そうそうそう。あ、じゃあそちらでちょっと確認というか。うん。YouTube じゃなかったね。どんなお話をされてるのか。楽しく見させていただきたいと思います、うん、プロミスの最近プロミス完済してカード真っ二つにしましたって。あ、いいね。そうそうそう、その話で食べる。えらいえらいえらい。俺もね、あの完済した後、うん、あのハサミで切って真っ二つにした。うん、そうなんだ。うん、もう二度と借りれない。なんなん、儀式なん。それで儀式なんな。はい、では、本日のメールラジオはここいらでお開き。はい、今日は元気に病気中中村夏実と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。おい、はい。なんかあれだね、最後すごくもうバタ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 っていったね。あ、なんかあれじゃなくて白鳥が飛び立つ時みたいな感じ。何ねそれ。バサ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 。おい。